それじゃあまた次回さよならって初っ端から言うとちょっとびっくりするでしょ。どうもティムさんです、こんにちは。あんまりね、それじゃあまた次回さよならって最初の方言ってなかった気がするんだけどね。なんか最近もうずっと言ってるもんだから、なんか代名詞みたいになっちゃったね。それじゃあまた次回さよならってちゃんと言ってるしね、偉いよね。それじゃあまた次回があるんだ。これもうあれだよ、多分最後悲しいぜこれ。多分もう俺がさ動画投稿やめますってなった時にさ、もう動画投稿やめますって なるとするじゃない。その時にさ一番最後に出す動画でさ、それでは皆さんさようならっつって、それでは皆さんさようならってピッて切るよ。それじゃあまた次回って入んねんだよ。悲しいよこら、泣くぜみんなこれ。それじゃあまた次回さよならじゃなくて、それじゃあさよならっつって、もうリズムがうんってなるから、リズムがうんってなったら涙がドバーよ。ドバ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 ドそんぐらい感動してほしいですね。どうもティモンさんです、こんにちは。今噛んじゃったからもう一回言っていい？どうもティモンさんです、こんにちはって言おうとしたんですけど、ちょっと早口になりすぎて自分でもちょっと今びっくりするぐらい自分の中で早口になっちゃってさ、ちょっとだからちょっともう一回言わせてよ。どうもティモンさんです、こんにちは。ちょっともう一回言わせてよ。もう一回言いますわ、ちょっと言うわ。どうもティモンさんです、こんにちは。こんくらいやっぱ痛いね、こんくらいだね、やっぱりね。うん、やっぱこんくらいだね。早すぎるもんね。どうもティモンさんです、こんにちは。こんくらいだね、やっぱりね。うん、やっぱどうもティモンさんです、こんにちはって自分の挨拶だから、やっぱり ちゃんと言いたいね。ちゃんと言いたいですね。ハッピーニューイヤー。さあ、86年だから ?30 年前か、今から。いやー、30年前ね。30年前はみんな何してた ?30 年前だった？そう。どうしようかな。特に育成方針は変えずに行きたいね。でもやっぱりグランドレベルが高いせいか、ピッチャーがそこそこね、高いレベルで安定してくるもんでね。やっぱり不思議だもんっすな、やっぱり。あんだけダメだダメだって言ってた、あの世代もちょっとずつ見れるような成績になってきたからね。不思議なもんで。ね、認めないぞ、俺は。お前らのことを。絶対認めない。絶対認めない。優勝しても絶対に認めない。さあ、まあ一番のね、いいバッターである柳沢も、八木沢か。八木沢も、まあなかなか本当にそれなりの成績になってきましたな。まさか八木沢がチームを引っ張る、そんな時代に優勝したいと思うとはね。もう星とか棚橋来た時点でもう勝ったと思ったけどね。そうは問屋が下ろさなかったね、やっぱりね。まだだぞって言われたもんね。まだまだだぞっていう感じのこと言われたような、そんな気がします。勝ったと思ったね。ぶっちゃけもう、ああもう勝った、終わったと思ったよ。世間はそう甘くなかったね、やっぱりね。どうしようか。なんか、リーを使い続けるっていうのもなんかあれなんだよね。どっちかっていうと、もう、白石をセカンドとかで使いたいよね。白石セカンドも覚えていいんじゃないの？白石セカンド覚えようよ。セカンドも覚えたら多分、あれよ。あれが上がるよ。なんか、いろいろ上がるよ。なんか、年金とかももらえる額とか増えるよ、多分。多分だけどね。まあ、保証はしないけど。肩。そうね、久我はちょっと、クがちょっと、まあ、ショートとしてガンガン使っていくんだけど、やっぱ肩弱いとゲッツー取れねえからな。ちょっと肩 C までは肩上げよう。打撃は二の次にしよう。あとは何かな、まあ、宮田にミートぐらいかな。こんなもんかな。なんかやっぱ冬場近づいてくると先週育成も落ち着くもんでね。さあ、試合がないパートはなかなかね、みんなも見る機会、見ようかなと。なんならこれをね、見返そうとしている人もいるかもしれない、もしかしたらね。もしかしたらこのパート40何だか分かんないけどさ。ねえ、なんか最近僕のこと知ったっていう人がいてさ、ちょっと動画見返そうかなってこの動画を最初から見てる人もいるかもしれない。ただパート数がさ、やっぱりさ、長いもんだからやっぱ飛ばしになるじゃない。ねえ、やっぱりどうしてもさ、ね、1日に1回ね、なんて言うんだい？ちょっとこれ撮りたいからちょっと1回これ止まるわ。ねえ、どうしてもその、1日1回僕が動画あげるもんだからさ、やっぱりこう、ついていけなくなってさ、やっぱりこう、最初から見直してる人もいるわけですよ。そんな中でね、やっぱりね、このパートはもう何もないからもう飛ばそうって人もいるわけですよ。全然構わないんだけどさ、やっぱそれじゃ悲しいわな、やっぱりな。ああ、悲しいですわな。そういう時のためにやっぱり、こうなんか、実りのあるね、ことにするために無理やり。このパートは新人まで来てですね、さあ、伸びに覚えよう。頑張って。厳しいか。そうだな。そうだよな。そらそうだよな。プロでもなかなか伸び、もっと増やせって言われても厳しいのに、1階の高校生にお前もっと球の伸びよくしろって言われて、すぐよくできないもんな、そらな。それは俺が悪かったな。
むちゃくちゃだよね、横暴だよ。本当に横暴ですわ。メロスも怒るよ、多分。こんな横暴だと。セリヌンティウスも、多分、いや、横暴だって言うと思うよ。もう、十字架に縛られてくんないよ、多分。走れメロス、読んだな、そういや。俺が使ってた国語の教科書の走れメロスはなんか、刀身がね、キャプツバみたいなやつだよ。キャプテン翼のなんか、あの、刀身みたいに、もう顔めっちゃ小さいんだけど、体めっちゃごついみたいな、そういう差し絵が載ってましたね。で、こう、夕日をバックにメロスが走るわけさ。これがね、こう、なんかね、刀身がおかしいもんだから、やっぱり、何も感動しないもんでね。何も感動しないんだ、やっぱりね。不思議なもんで。走れメロス自体はね、いい作品ですよ。最後ね、裸の男を2人と、ね、王様で抱き合うっていう謎のほぼ歓喜シーンで終わるんですけど、あのオチは何なのかね。最後ホモが人喜んで終わるみたいな、そういう話だもんね。なんかもうちょっといい終わらせ方はなかったのだろうかと、そう思う時もあります。どうしようかな。1で3-3かな。うん、はいはい。いやー、これあれだね、新入生までいけるね、余裕でね。行きたいですよね、やっぱ新入生までね。選ばれる可能性は皆無と。落ちたな、うちも。うちもだいぶ落ちたよ。ちょっと前まではもう甲子園だって言ってたんだけどね。今はもう地区予選だもんな、目標。落ちたね。悲しいね。星とか、もう一回入学してくんねえかな。再入学してくんねえかな。再入学できないのかな、これ。できないの、再入学。うちは特別にしてもらえるとかないの？高野連が許さない？許してほしいな、高野連。高野連にお金いっぱい払うから許してほしいわ。2月。フェブラリー。2月はフェブラリーって言うんだな。なるほど。2月はフェブラリー。フェブラリーね。フェブラリー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 。ファイナリー。セクシー。エクスシー。Necessary. Tenen pino soria. Necessary. Primary. Meguri megute. Finally. We all golden eggs. We all golden eggs. We all golden eggs. Hey. 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 昔はゴールデン X の面白さ分かんなかったけど、やっぱ最近見直すとめっちゃ面白いな、あれな。Why do I have it in myself? Why don't I make you see? 歌詞全然わかんないんだけど。Make you see, make you see, make you see. We all golden eggs. ゴールデン X もう一回見直そうかな。多分面白いんだろうな、見直したらな。さあ、見直そうか見直さないか。どっちにしよう。ああ、今びっくりした。今電気ショック走った、体に。マジでマジで。今電気ショック走りました。嘘じゃないです。本当です。ビリビリってきました。なんでびっくりしました。いやー、かゆみだね。電気ショックじゃない。これかゆみだわ。かゆみがきました。寒いね。でも今日本当に。あ、気温どんどん下がってる。さっきまでね、1時間ぐらい前まで20度だったんですけどね。今見たらもうね、うん、見たら17度。3度も下がってるね。1時間で3度下がってるよ。これ参ったね。これ深夜12時ぐらいだったらこれどうなんの？マイナス20度ぐらいなんじゃないのこれ。参ったね。深夜3時半を回って。うわ、チアリーダーが2人。あ、天国天国。じゃあこっちのチアリーダーにしよう。うわ、チアリーダーの次ナースが来た。なんてスケベな高校。スケベだね、この高校はね。輪島高校は昔スケベだったんだね。チアリーダーが2人来た後にナースだよ。五反田だったら結構な値段取れるよ、これ。これ多分15万くらいいくんじゃないの？五反田だったらね。五反田だったらこのパート15万いくよ。チアリーダー、チアリーダー、ナースで3人もね、そうやってやっちゃったら15万くらいかかりますよ、やっぱり。いやー、まさか、そんな15万くらいのコースを堪能してもらえるとはね。まさか栄冠ナインを風俗として見ている人間がいると思わなかったでしょう。
そういうこともありますわ。さあ、最近ふと思ったんですけど、これ5の、ね、やつでやるとあれだね、結構伸びるね。いいね。これどんどん5を使っていった方がいいね。で、最近気づくんかいっていう、そういうお話。そういったお話。早く人間になりたいというお話。トーマスは牛舎で一夜を過ごした。すると、親友のゴードンがやってきた。何やら、多大なる迷惑をかけて申し訳なさそうにしている。トップハムハット卿がやってくると、ゴードンはすぐさまに身を隠した。何やら、不穏な空気が流れる。最近、1年ぐらい前か、に投稿した絵本の、橋で、機関車トーマスっていうので、1回だけやったことあるんですよ。それね、今ここで言うことかわかんないけど、機関車トーマスって絵本をね、ニコニコ動画に投稿したんですけど、あの時にね、僕、初めて森本レオの声真似したんだけど、意外と似てたっていうのがね、発覚しまして。あれちょっと嬉しかったね。意外と似てると思ったもんね。あれ俺意外と似てるぞと思ったもんね。あれ不思議なもんでね。意外と似てたらちょっとびっくりするね。自分が森本レオの声に似てるとは思わないじゃない。ねえ、なかなか天地がひっくり返っても思わないよ。あらららでなったね。あらららでなった、本当に。あらら、俺って似てるんだ、森本声に。森本の声に似てるんだ。森本声に似てるんだと思ったよ。あら、びっくりしましたね。意外と似てることにびっくりしましたよ。なんかもうちょっとモノマネとか勉強すればモノマネできたんじゃないかなと思うもんね、最近。まあ、モノマネってそんな甘くないんだろうけどね。いやね、モノマネって難しいよね。俺、できるモノマネあんまないんだよね。まあ、モノマネやれって言われることがまずないからね、あんまりね。うん、本当はもっとね、モノマネやれって言ってほしいんだよ。本当は。まあ、ニコニコ動画とかでやられたらイラっとくるけどね。やっぱニコ動とか、やっぱ YouTube でモノマネやれとかやれたらちょっと腹立つんだけど、やっぱり私生活だとね、もっと振ってほしいんですよ、僕は。俺、私生活はあれだから、ご陽気だから。やっぱりご陽気なお兄さんですから。やっぱり友達とかにね、ちょっとなんかやってよって言われた時に、やっぱモノマネとかやりたいですよ。ただね、誰も振ってくれないんですよ、やっぱりね。誰も振ってくんない、俺に。あ、T が壊れた。T を補充しなきゃ。T? ある?てか、白土あるのね。もうガンガン使おう、白土。どっち白土使わねえんだから。ガンガン使おう。T ある ?T ないね。じゃあ、メンテナンスしよっか、一回。なんか使う?なんか。クイックの本とか使っとく?どうしようか。誰に使うかい?クイックなんか早くなりそう。あ、これ早いね。じゃあ、米山行こうか。クイック B になったよ。嬉しいかい?嬉しいです!ありがとう。あ、いいよいいよ。そんな感謝しなくていいよ、そんな。俺はいつだって米山のこと考えてんだから。嘘だよ。スケベな時はスケベなこと考えてる。いつだって生徒のことを考えるそんな先生はいない。そんな先生はいない。もう生きる。そんな先生はいない。いつでも生徒のことを考えてるっていう生徒はいない。先生はいない。そういうやつははっきり言って変態だ、多分。いつでも生徒のことを考えているような先生は多分変態だ。多分性癖に何かしら異常性を持っている。そう思います。さあ、何をあげようかな。正直もう結構こいついろいろ覚えてるんだな、ハセ。流し打ち。ハセすげえな。ハセこの1年でガッと伸びたな。ハセすごいね。ハセがすげえんだ。クシュン笹本が。花粉症になっちゃった。花粉症テンション下がるからね、本当にね。花粉症は良くないよ。本当テンション下がっちゃうんだから。俺もう本当ね、鼻炎でさ、もう冬場すごいんだよね。もうズルズルなっちゃう。石田、ならず者になった。おい、石田、ならず者だったのか、お前。ダメだぞ、お前。小原、魚屋さん、藤村甲子園、プロ野球選手。意外と抑えてんだもんな、藤村な。辻本、みぞっと社員。宮原、大学生。あら、宮原大学生だったの。大内、埼玉の大砲、プロ野球選手。まあ、節操ねえからな。それはプロ野球選手になるわな。西野、魚屋さん。菅原、プロ野球選手。結構活躍してるんだよな、今年の。ね。今回はね。ほら、棚橋もプロ野球選手と。なかなか野手は黄金世代だったね。そう考えると。黄金ですよ。ピッカピカですよ、もう。
嬉しいっすわな、やっぱりこうやってね、こうやってやっぱりさ、プロ野球選手が生まれてくれるってのは嬉しいよ。別格だな、ちょっとな。棚橋ちょっと別格すぎるな。なんか、でもなんかあれだな。これ以上なんか、アイテム使う必要もない気がしてきたな。一回アイテム使わなくて。いいか。次何もねえか。そうね。対左。いらねえか。それよか、後輩のために使った方がいいか。そうだよな。いや、いい選手。プリヒッター、アベリッシッターっていうのがなんかいいね。山田みたいだな、なんかな、これな。山田みたい。山田みたいです。これで OK。全員これで OK か。ちょっとなんか楽天似合うな。菅原楽天すげえ似合うな。いいな。これはリードオフマンで頑張ってほしいですね。OK です。さあ、リードオフマンとして頑張ってちょうだいね、みんな。いつかプロ野球選手として引退するときが来たら、輪島になんかちょうだい。技術かなんかちょうだい。さあ、卒業式終わりました。そうね、じゃあ、4-2でもいいのかな。4-2でいくか。てててて、さあ、新入生がまた入ってくるよ。どんな人間が入ってくるのかしら。はたまた入ってこないのかしら。新入生0人。くぅ、新入生0人だったら、もうそれはそれでも諦めつくから、それはそれでいいんだけどさ。0人か。ちくしょーってなるね。臨時コーチ。優勝は？あ、いいね。ここでのこれはありがたい。3、ベンチプレス。ホワイトデー。お返しは倍以上が決めちゃう。おー、すごいわ、ホワイトデーってね。お返し倍以上ってね。俺、ホワイトデー、あ、バレンタインデーもらったことねえや。クソが。クソ野郎が。ホワイトデーか。ホワイトデーとかなんか味わってみたかったな。なんか甘酸っぱい思い出でも欲しかったわ。ないんだもの、甘酸っぱい思い出ね。ないんだもの。なんか欲しいんだもの、甘酸っぱい思い出。今から作りたいんだもの、なんかもう甘酸っぱい思い出。なんかないのかしら、甘酸っぱい思い出。売ってるとこ。ない？なんかどっか何県かに売ってない、甘酸っぱい思い出売ってるとこ。行くぜ、俺。買い行くぜ。甘酸っぱい思い出売ります。何買おうかな。バレンタインデーにこう、お互い好きなの分かってんだけど、こう、好きってこう、直接ね、こう、言えずに、こうなんか、結局、ね、なんて言うんだろう、その放課後残って、二人でずっと話してんだけど、それバレンタインデーだね、みたいな。で、女の子からこう、チョコレートもらってね。で、わ、ありがとう、つって。で、まあ、でもそれでも告白じゃないんだよね。で、そのままこう、二人、こう、パッと別れちゃってね。で、まあ、そこでね。まあ、まあ、結局告白できずに終わっちゃうみたいな、そういうなんか思い出売ってないかな、どっかにね。売ってない、どっかに。売ってたら買いに行きたいな。さあ、そんな困難な話をしてましたら、もうね、新入生もいっぱい入ってきて、大したもんですわ。どうしようかな。何をどうあげるか迷いますな。米山のちょっと変化球が怖えな。やっぱ変化球1ってね、罪だからね、やっぱりね。変化球1はね、ないものと捉えた方がいいですから。相馬。相馬くん、野手能力もそこそこ、あ、ないね。ないわ、気のせいだったわ。相馬はじゃあ、がむしゃらにスタミナ上げてみるか。がむしゃらにこんなんじゃちょっと先発任せらんないよって思うかもしれないけど、スタミナ上げてみよう、がむしゃらに。大事大事。がむしゃらに上げよう。そうだな。個人的には八木沢の守備を上げたいとも思っている。個人的には俺こっからだと守備を上げたいんだよね。ミートじゃなくてちょっと守備を上げたいな。守備とタイエラーを上げたい。そういうなんか選手作りってやっぱ人の癖出るよね。俺はどうしてもああいう場面と守備とか補給を上げたくなる。それはキャラ上の問題もあるね。ハセどうしようか。ハセすごいな、なんか。ガンガン伸びてくるな。伸び盛り。彼は伸び盛り。パワーでいっか。あ、肩Cになった。
これでまあまあ大丈夫か。あとはまあミートパワーかな。お、パワーいいんやった。じゃあもうミートですわ。パワーヒッター持ってるからね。バント職人でパワーヒッター。すごいよね。バントもうまいし、パワーも強いしね。いいとこだらけですよ。こういうやつが多分さっきの甘酸っぱい思い出とか持ってるんだろうな。お互い好きと言えず、でもバレンタインデーのチョコレートはこう渡してね。で、結局、そういうやつはこうホワイトデーとか疎いからやっぱりホワイトデーのお返しはできないんだよね。うん、ホワイトデーのお返しとかできないね、やっぱりね。男たるものね。九州男子とかは特にできないよ。やっぱり女性にプレゼント送るのは、ね、やっぱりね、結婚式の時だけでいいんですよ。指輪だけでいいんですよ、指輪だけで。というぐらいね、やっぱ古い人間ですから、私は。そんぐらい古い人間だと、やっぱりね、渡したくなくなっちゃうね。さあさあさあ、疲れがガンガン取れたと。もう疲れ取りまくり。さあ、入学式ですよ。誰が入ってくるかしら。みんな来い。プロ野球選手みんな来い。みんな転生して来い。作りを覚えた。おめでとう。さあ、入学式だ。9人入ってきた。いいね。じゃあ、監督、どうする？監督変える、そろそろ。いい？監督の顔をちょっと老けさせるか、ちょっと。ちょっと今、ちょっとまだ若いままだから、ちょっと編集で、ちょっと、目だけちょっと変えよう。老けさせよう、ちょっと。あ、ちょっとおじいちゃん入ってきたな。これが、どう老けるか。これちょっと老けてるな。これっち若いもんね、やっぱりな。ちょっとだけ吹きさせようか。ちょっと吹きさせるか。今、だって、就任が35歳として、楽年経ってるから、もう40歳だからね。40だから、ちょっと40それ相応の見た目にしよう。40っぽい目ないかな。40、ちょうど40っぽい目。こんぐらいかな。これかな、やっぱりちょうど40っぽい気がするな、やっぱり。ちょっと監督老けたなって思わせたいな、やっぱり。ちょっと監督老けたよねぐらいのちょっと思わせたい。ひげはまだ黒いんだけど、ちょっと髪の毛ちょっと、坊主にする？ちょっともうだいぶ、あ、坊主はちょっとあれか。色をちょっと落とすか。いや、ちょっとこれは老けすぎだな。これはちょっと老けすぎだ。どうしよう、ちょっと色。色でも、まあ、あと5年ぐらい待つか。ちょっと目を吹きさせよう。目を吹きさせました。さあ、9人入ってくるぞ。目を吹きさせた。まあ、天才肌いないんでね。あ、でもちょっと待って。ショート宮本。また、渋いやつが入ってきたな。宮本慎也だな。またなんか、守備系のショートが入ってきたな。いやー、多いな。なんでこうやって守備系のショートがいっぱい。いや、嬉しいんだけどさ。嬉しいんだけど、なんか、くじとかさ、なんか、なんだろうな、この渋い感じてくるの。じゃあ、行きますか。菅原、弟かな？わかんないけど。ドロップフォーク。これはエースになりそうな感じですな。平で、ジャイロボール。対強打者、クイックビー。いいね。二見。サークチェンジのみ。うん、まあまあまあ、早速ね、メガネ狩りをやりますか。まあ、宮原というね、メガネ狩りをの、3年間切り抜けた男がいますけど、やっぱね、例に漏れずメガネ狩りは大事ですから。メガネ狩りは大事。早速、投手2人のメガネを借りました。で、次、今村。ミートでかいか。まあまあ、でもまあ、悪くはないキャッチャーですな。沼田。チャンス B。いいね。チャンス B はいいね。うん。パワーが弱すぎるね。エビサワ。うん。エビサワもバントが、まあ、でもミートも でかいですね。ミートが D ぐらいだとやっぱ使いやすいっちゃ使いやすいからね。宮原。あら？あー、そっか。宮原、はいはい。クールな人気者ってなんだ、お前人気者か、本当に。こんなメガネつけてるやつ、本当に人気者か？こんなメガネつけてるやつ、人気者見たことないぞ、俺。こんなメガネで人気者は俺見たことないな。で、まあ、宮本は名前何しようか。宮本何しようかな。
宮崎にするか。宮崎駿。宮崎駿に感化されよ。宮崎さんにしよう。じゃあ宮崎。ニックネーム宮崎。名字宮本。これはダメだ。これダメだ、ダメだ。ここで毎回ね、ニックネームにしちゃう。あー、ダメなんだ。先じゃないとダメなんだね。宮崎と。ニックネーム。OK。OK。いやー、ここが毎回ね、大変ですわ。あー、お腹空いてきた。今日昼飯いっぱい食べたのにな。宮崎。OK。はい、今泉。メガネ多いな、今年な。ちょ、こんなメガネ多い世代は多分勝てないぞ。甲子園じゃ。はい、今泉。片目打ち。まあ、悪くはないね。悪いか。まあ、悪くはないか、この世代。言うほど悪くはないな。言うほど悪くない世代ですな。さあ、この世代がどんな旋風を巻き起こすのか。そういうことも期待しながらですね、今年行きたいです。さあ、宮崎くんが入部してきたから。楽しみですな。しかし、守備がうまい渋い系のショートが入ってくるね。よくね。よし。じゃあ、今回はこの辺で終わりますか。それでは、また次回。さようなら。